天皇皇后両陛下は能登半島地震で被災した人たちをお見舞いするため、今日輪島市と珠洲市を訪問されています。天皇皇后両陛下は午前11時ごろ能登空港に到着され、まず大規模火災が発生した輪島朝市を視察されました。両陛下は輪島市の坂口茂市長の説明を熱心に聞かれ、犠牲者に哀悼の意を表し、黙礼されました。やっぱ嬉しいなとは思いますね。この輪島以外のところにも、こういう輪島の状況大変だよって伝わっているということが、天皇陛下来て分かったので嬉しかったです。本当ならね、いい形で来ていただきたかったですよね。この自然と、ね、この青い空を見てくださればよかったなと思ったんですけど、ね、憎いですね、地震が。このあと両陛下は今も105人が身を寄せている輪島市の避難所を訪問され、避難者一人一人を見舞われました。怪我とかは大丈夫？はい、大丈夫です。はい、本当に大変でございます。はい、声を漏らせました。私と母は、地震後ですね、非常に不安な生活を送ってました。ですけども、今日天皇陛下皇后さんのにお会いして、優しい言葉をかけられて大変心和む思いがします。勇気づけられました。そして両陛下は発災直後から対応に当たっている輪島警察署の小坂豊所長と輪島市消防団の山吹秀夫副団長にねぎらいの言葉をかけられました。両陛下はこの後珠洲市に向かわれ、被災状況を視察されます。夜には皇居に戻られる予定です。